グラブ。グラブとは、野球やソフトボールでボールを補給するため、守備時に選手が、利き腕と逆の手にはめて使う道具である。保守と一塁手一はグラブではなく、ミットと呼ばれる、専用のものを使用する、一塁手一はグラブを使う場合も、ある。グローブとも言う。グラブやミットは大部分が、比較からできていて、競技用のものは、天然比較が多い。 ホームセンターなどで販売されている遊戯用グラブには合成比較または人工比較性のものが多い。グラブに使われる比較は主に牛革でアメリカ産、日本産、ヨーロッパ産などが使われる。また裏側には鹿革が使われる場合もある。グラブ製作はその工程のほぼすべてが手作業で行われる。熟練した職人がその目で革を選び、 各パーツに切り分けて手作業で縫製される。皮を縫い合わせたものを反転させることで指を入れる。スペースを作る。親指部から平部の円を通り小指部に至る部分にはフェルトが入れられる。縫い合わせたものを皮紐で固定し、マークや焼き印、刺繍などを入れて完成する。公式用と軟式用で、角質は異なり、当然ながら公式用の方が丈夫な材質で作られる。また、 純公式野球では公式用が使われる。野球のグラブにおいて特徴的なのが親指と人差し指の間にあるウェブ、毛である。十字型や革紐編んだものなど様々なデザインがある。もともとはボールを片手で補給できるように1920年頃に考案されたもので、現在の形とほぼ同じものが現れたのは1950年代になってからのこと。 それまでは両手でボールを抑えるような形で補給していたのが片手で取れるようになったことは野球史における技術進歩の面で多大な影響を及ぼした。以下に示す特徴はあくまで一般的なものであり、サイズやポケットの深さなどは個人の好みやプレイスタイルによるところが大きい。また多数のポジションに対応した兼用グラブ、オールラウンドグラブも存在する。投球時に ボールの握りを隠し、打者に吸収が読まれないようにするため、大きめで、ポケットが深く、隙間がないウェブが広く用いられる。サイズは三塁手用よりやや大きいものが多い。ただ、近年は、フィールディングの際の取り回しを考慮して、小さめのグラブを使う選手も増えてきている。重量については、投球時に、体重移動をする際に勢いをつけるために重いものを、好む選手もいれば、 手への負担や違和感を軽減するために、軽量のものを使う選手もいる。前者は、速球派、後者は、コントロール重視の投手が多い。また、グラブをはめた際に、人差し指を外に出す選手は、球種が読まれないように、逆の手につられて、指が動きやすいまた打球から指を保護するために、指カバーをつけることが多い。保守は、 様々な球種を織り混ぜる投手の投球を正確に補給するため、より大きい補給面を持ち、肉厚なミットを使用する。通常は、捕手専用に設計された、キャッチャーミットと呼ばれるものが用いられる。一類種専用に設計された、ファーストミットと呼ばれるミットを使用するのが、一般的だが、グラブを用いる選手も少数ながら存在する。 素早いゴロ処理やグラブトスなど細かいプレーが求められるので小型でポケットが浅く軽量のグラブが使用される強烈な打球が飛んでくることが多いため大きめでポケットも深いものが一般的手の衝撃を和らげるために生地も厚手であるウェブ以外の作りは概ね大きさ深さともに投手用グラブに近い飛球やライナーをしっかりと 補給できるように深いポケットを備えるものが多く、サイズはグラブの中では最も大きい。また、外野ゴロをすくい取ってから素早く送球できるように軽量化されたものが多い。グラブはそのサイズ、色、商標、刺繍などに関してルールで規定が決められている。日本の野球規則ではサイズに関する規制があり。 完成したクラブを立てた状態で高さ三十点五センチメートル、ウェブの上端横幅十一点四センチメートル、下端八点九センチメートル、縦幅十四点六センチメートル、人差し指から小指部の幅十九点七センチメートル以内と定められている。また、投手が使用するグラブは、白、グレー、銀などの白系統の色を使うことが禁止されており、縫い目、 締め紐ウェブを含め全体が一色でなければならない。2013年12月12日の全日本野球協会アマチュア野球規則委員会にて、当主のグラブと同様に野手のグラブも白色、または灰色以外の色でなければならないとした。すでに高校では禁止されており、大学、社会人において2015年から正式適用される予定。なお、 2014年1月に公認野球規則が改正され、これまでの投手の色規定に加え、野手に関しても守備位置に関係なく、野手はパントネの色基準14番より薄い色のグラブを使用することはできない。という条項と、その注釈として、アマチュア野球では、ところ属する連盟、協会の規定に従う、が追加された。 日本の高校野球においては特に規制が厳しく、上記のものに加え、本体色は、茶、多く、単、ダイ,ダイ、コウ、つまり茶もしくは、黄色系統、黒や、それに近い色の使用しか認められておらず、赤、青といった、いわゆるカラーグラブの使用が禁止されている。また、締め紐の色も、本体同系色か茶、黒だけが認められている。 商標も指定された位置に縦 4cm、横 7cm 以内一箇所のみ、平べの焼印は、可視化つけることができない。プロ野球などでよく見られる、刺繍、個人名や、番号マークも禁止されている。守備側選手は、グラブや、ミットなどを、本来身につけているところから離したり、投げつけたりして、フェアボール、打球に恋に触れさせた場合、 打者と走者に3個の安全進塁権が与えられる、3類相当のペナルティ。またボールインプレーなので、打者はアウトを覚悟で本類に進塁しても良い。また明らかに本類打となるであろう、打球を守備側選手が投げつけたグラブで止めた場合は、本類となる。打球ではなく、早急に声に触れさせた場合は、打者と走者に2個の安全進塁権が与えられる。なお、 打球や送球にコインに触れさせなければ、グラブやミットを本来身につけているところから離したり、投げつけたりしても問題はない。グラブにボールが挟まって容易には取れなくなったりした時に、グラブごとベースカバーについている野手に投げた場合は、通常の送球をしたのと同じ扱いになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。